昔は東京駅ってこの丸の内口しかなかったらしいですね。なんでも皇居とズブズブだったもんで、下町の八重洲口は大して意識されなかったとか、面だけはでかいのに器はやたら狭い。そんな東京駅からおはようございます。突然ですが、小幌とかいう駅をご存知でしょうか。ざっくり北海道のこの辺りにある指折りの極限秘境駅です。そこ日帰りでも行けそうじゃないですか。いや、行きます。行くって決めた。というわけで今回は新幹線も特急も駆使して小幌まで向かう日です。レッツゴー。さて、東京からいきなり東北新幹線に乗るのもいいんですが、そんなことしたら米16世の首と同じくらい勢いよく千円札が一瞬にして飛んでいくので、大宮までは在来線で行きます。こうすることで特急券をちょびっとだけ蹴散れるって作戦です。ってわけで、まずは集合体恐怖症の意見なんか人も思ってなさそうな緑のドットパターンが特徴の山手線を走る最新鋭電子レンジ2235系に乗車しましょう。徳川家康に仕え、この地に屋敷を置いたというオランダ人ヤン・ヨーステン、それが訛って地名になったとかいう八重洲方面を見ながら東京を出発。飽きるほど聞いている2235系の機械的で無機質なモーター音も、この日ばかりは果てしない旅の序章を盛り上げてくれる立派なエチュードに聞こえます。秋葉原を出発。主人に奉仕とか言い出して口先だけは立派なのに、客引きまがいの喧伝で主人を探し求めているメイド喫茶とかかと思ったら、秋葉原の綺麗な部分だけ切り取られてアニメで描写され、しばしば聖地だって褒めそやされたりとか、ニューヨークシティが可愛く見えるレベルの、そういうメルティングポットな地域です。もともとは電気街という一点張りだったし、今もそのイメージがあるんですが、そんな電気街と秋葉原の関係は端的に言って自治体発揮、大正の末期からすでに電気系の卸問屋がこの界隈に軒を並べていたといいますが、昭和の東京大空襲でそれも焼け野原に。しかしその10日後には一部はバラック小屋で営業再開、資材不足に悩まされつつも露天商らがラジオ部品などを売って路面を繋いでいたところ、 GHQ が旧来のラジオ方式は廃止、露天商も帰れって言い出したんで、露天商を塊魂のごとく寄せ集め、今の東京ラジオデパートにつながる小規模店舗を立ち上げたとか。ごったにの秋葉原ゾーンの解説は簡素ながらもそんな感じで、キャラのおかちまち宝石店があっちゃこっちゃに並び、高嶺の花をまざまざと見せつけられる駅です。将軍とか大名を警備しようとしたおかち衆がその由来だっていうのに、名前のことなんぞ忘れて大変おこがましいです。獣至上主義とか男の子至上主義を人に押し付ける風潮くらいおこがましいです。別に何が好きだっていいから性癖を押し付けはするな。何の動画だっけこれ。そうそう、秘境駅行くって動画でした。はい、上野。しかれど目的地は遥か先、上野なんて雑踏に居座り続けている暇はないです。次は6時12分発の高崎行きに、あれ6時8分発の宇都宮行きがまだ出発してない。嘘、0分乗り換えで諦めた列車なんですけど、間違えて0分乗り換えを決めてしまった。目先に先発列車という人参がぶら下がっているからといって真っ先にがっつくのはよろしくないですね。発車ベルが鳴っている最中に乗り込んだ罪と反省を生かせない己の愚かさを厭わしく思えども、列車はそんなのお構いなしに進む。ひとまず大宮まで。あ、セックスの聖地だ。列車は奥駅を出発。昨今はいらねえよこんな駅などとセンセーショナルなことにうぬぼれるジャーナリストとか、あるいは通勤客とかから一方的にけなされる駅ですが、通勤列車に加え今映っているカシオペアが身を寄せる車庫がある運行場は立派な場所。この近辺って奥駅ができる前、田端、王子、赤羽くらいしか駅がなく、大正末期の人口増への立ち打ちと京浜東北線という電車との住み分けで全面操車場だった場所にこしらえられた駅。通勤とかの地域の足が増えてご満悦かと思いきや、人間っていうのは欲求不満なもんで、住民らはじゃあなんで京浜東北線ルートの方に駅を設けへんやなんてふうたれたもんだから、鉄道省も駅設けましゅーって感じで分からされたので、青い京浜東北線ルートの方に上中里、東十条が設けられたそうな。そんな昭和最初期の遺産である新設駅はまあ3つとも地味ですが、有無を言わせず通勤客を浴びせられる肉便器くん、もとい東京にアクセスの良さを生かしておもねっております。それは川を越えた先の埼玉県始まりの町川口市も同様で、この川口は江戸時代から戦後すぐにかけて鋳物産業で底知れないのし上がり方をした町なんですが、戦後しばらくすると受注自体が激減、やがては鋳物工場跡地にマンションがそそり立つように、最近では駅の再開発ついでに川口駅に中距離列車止めたるわとうとうそぶいてます。スペース的に湘南新宿ラインの方が現実的らしいですが、どうなることやらって言ってたら埼玉新都心駅、大宮操車場なる場所の一部を占拠してます。2000年4月1日という嘘みたいに霧のいい日に建てられたこの駅、人に優しい駅づくりを掲げて作られました。駅だけじゃなく地域も21世紀らしく気取っており、埼玉の中心都心の延長的な役割を担う街にするぞっていう魂胆がありました。
しかしおこがましく新都心とまで名乗るデカチンくんだもんで、名前からおぞましいほどの自己顕示欲が漂ってきてます。その埼玉新都心を出ればすぐに大宮です。うん、北海道の秘境駅に行くって動画なのにここまでの話いる？ここ大宮は上野から北の玄関口の座を奪い取っても良さそうなくらい、四方八方に線路が駆け巡っており、北関東の心臓的な役割を果たしているって言っても過言ではなさそうです。これから私が乗るのはその心臓から伸びる一本の大動脈、東北新幹線です。いざ行け北海道。でも腹減った。つまりこれは蕎麦くらいをしろってことです。京浜東北線ホームの蕎麦屋の方が JR クロス系列だから個性を放ってるけど、こういう安心感とか安定感とかが私の胃袋にぬくもりをもたらしてくれるんです。まあ普通にうまいし。次、新幹線。この次に改札を通るのは北海道に入ってからです。めちゃくちゃ興奮しております。それってつまり東北新幹線ってエロマ改札内には鉄道の街を歌う顔出しパネルとは言いながら、高崎線の開業当初は別に駅は設けられなかったので微妙な違和感を覚えます。いいんですか、横の緑色の生物も違和感に驚いてワオって言っちゃってますよ。それ以上ワーワー騒ぐのも気が引けるので早く乗りましょうね。北海道まで音もするのは早草号。時速 300km で運転をする新幹線の愛称について2010年くらいに募集をかけた結果、決まった名前1位のマツカリとかを差し置いて、7位のこれが選ばれるあたり、エコフィーキと言いますか、高齢と言いますか、名前に対するバイアスを感じます。かといって2位の初音などといういい模型のカラーリングから安直に取ってきた名前でも、それはそれで問題になったろうなって思います。バニマがウテク君さんなんて言いそうなくらい。しかし鳥類のハヤブサをイメージしたロゴも、その名前のとっつきやすさも、旅のテンションを上げるにはあまりにも十分です。じゃ乗っていきましょう。さすがの最優等種別なこともあり、全車指定席という絶対要請、私含めた小市民どもは与えられた座席に向かいたいのですが、何せよみんな同じこと考えてるもんだからまともに身動きが取れません。やっとの思いで席に着いた6時57分、大宮の駅を出発してました。次は宮城県仙台です。恐ろしすぎる。18切符で行くと軽く1日の4分の1が飛ぶのに、この便だったらわずか1時間です。国内最高速を誇る時速 320km の走り、見てやろうじゃないの。そろそろ小幌駅への行き方をしっかり説明しないといけない気がしたのでお話しします。まず小幌までの路線はざっくりこんな感じです。ごちゃごちゃしてる。これでもめっちゃ端折ってますね。函館室蘭本線には特急が走ってまして、それに新函館北斗から乗れます。しかしその特急長万部を出ると次が洞爺、中間駅の小幌は放置プレイされます。じゃあ長万部まで特急で、そこから普通ならと考えますが、そうは問屋が下ろしません。小幌駅は秘境駅、札幌方面の列車は2本、函館方面は4本しか1日に来てくれません。何が言いたいかというと、そのやり方だとダイヤが噛み合わず難禁、日帰りが叶わなくなります。というまあネームバリュー相応の秘境駅ですが、夕方に45分の接続を果たす時間帯があります。それが15時台の便。ただ一つ難点を挙げるなら、札幌方面から乗って札幌方面に戻るってスタイル、東京方面からは行きづらい。そこで洞爺まで特急で行きの普通列車で小室まで引き返して、また普通列車で洞爺、特急で東京方面という、ぶっちゃけクソほど金のかかる行き方で小室に向かおうと思います。財布はすでに SOS ボタンを、それこそ高橋名人に負けじと連打してます。発行してもらった切符はこんな感じ。学割も駆使しました。新宿駅の緑の窓口の係員さんにはこの場を借りてお礼を申し上げます。ルート的には途中ちょっと寄り道したいので、新幹線を着こないまで乗りまして、そこからカクカクしかじかで戊辰戦争の決戦地五稜郭駅、あとは先ほど説明した通り無論全部有効な切符です。こんな感じでとにかくスピード感のある秘境駅巡りとなっております。予定では1日で 2000km 移動するらしい太くて長くてでかい新幹線の眼前で単焦駅を構える新交通システム、ニューシャフルなんて目じゃないですって言ってたら、上越北陸新幹線と線路が分かれました。こうも爆速な新幹線を前にしては、日本一広大な平野という関東平野だってあっという間で、まだ発車から10分も経ってないのに、埼玉県を出ようとしてます。東部が全神経をかけて開発を進める南栗橋界隈を通り抜け、列車は一瞬だけ茨城県の五霞町へ。全面的に川に囲まれた町だもんで、江戸時代から治水工事を続けた上、明治時代には石川島造船所で、それなりにパワフルな排水機が作られたけど、川も随分早漏で、明治末期の洪水、戦後の台風などで水害に襲われた、かわいそうな町です。で、利根川を渡ったら古河市、鉄道駅こそ、東北本線の古河駅が、
つちょいっと佇んでいるだけの町ですが、かの有名な日光街道もここを縦断しており、古賀城という城下町パワーをもとに宿場町としても栄えたとか。そんで旅人からあれこれかもるべく、近くの川から無実の船を捕らえ、煮付けにして旅人に提供したそう。そういういきさつで、古賀では船の甘露煮が有名ですが、無論はやぶさ号は目もくれずに最高速で、なんか最高速にしては遅えなって思ったら、やっぱり時速 270km しか出てませんでした。新幹線なんて久しぶりなのに、随分私も高速化中毒の現代文明に飼いならされてるもんです。なんて言ってると、栃木県南部小山駅の付近を通過中。栃木県に新幹線の駅は小山含めて3つありまして、かつ3つとも県が最初から置く気満々でした。なんですが、小山駅はその中でもちとばかし新幹線が止まるか危うくなった駅です。というのも、新幹線建設時、当時の文木大臣が新幹線停車駅は在来線特急の停車駅にしたいんごねえなどと仰せたのです。理にはかなってるのですが、ろくに特急も止まらなかった小山に対しては立派なチクチク言葉。そんで、大層ご立腹な県の何がしは、栃木に3つ新幹線駅を置けと聞こえよがしにわめきます。結果、そのへつらいは無事実り、小山駅にもちゃんと新幹線が停車するように。とは言っても、せいぜい確定タイプの山彦、東北にすら行かないナスのが申し訳程度に止まる存在。はやぶさ号は静かなシックを北関東の民にひけらかすかのように、当然といった面持ちで通過します。まあ、ブラックボックスの内部で高みの見物してるからこそ静かに感じるんでしょうけど、こんな感じで爆速で運行するにあたっては、それこそ大量に試験走行がぶっぱされました。それに貢献したのが、この近辺に先行開業した小山試験線、大体久喜から石橋のあたりです。おおむね時速 200km 台中盤で走行することを、試作車両の961型に敷いたとかなんだとか、ま、おいおい 319km 毎日を出すことになるんですが、また時速 110km で運転した時の騒音実験も行われました。なんで時速 110km でそれをやるかというと、東海道新幹線開業時の騒音問題が絡みます。その当時、新幹線から繰り出される一方的な爆速撤回 ASMR に都市部の輩がのた打ち回り、それはもう社会現象になりました。ましてや東北新幹線で歴史を繰り返すのはまっぴらごめん。そこで手を返し名を変え、線路の種類も細かく変え、耳管を回避すべく 50km 弱でチェックを行ったそう。ちゃんとその技術は速達性と安全性にしっかりフィードバックされてます。そのままの勢いで宇都宮に接近、北関東トップの市として人口を増やせってことなのか、いやおなしにラブホが視界に飛び込んできます。そんなハッタリもパンパンもどこ吹く風で、はやぶさはパッパと駆け抜けます。ま、一応県庁所在地なので、北海道新幹線が開業した時とかにはやぶさ号を止めてくれって運動はあったみたいです。ですが、そこに4時間の壁が立ちはだかります。新幹線の移動時間が4時間以下なら鉄道、以上なら飛行機の方が有利という、まことしやかに言い伝えられている論理です。極限までそこでしのぎを削りたかったのと、純粋に宇都宮から北方面への需要がなかったので、宇都宮ははやぶさの停車駅からはぶられたって感じです。しかし、まあ北海道の言いなりな愛肥満になりすぎるのもよろしくないんで、宇都宮にも股をある程度広げておこうと、仙台で新幹線同士の接続が改善されることに。現状は静岡に望みを止めるくらいありえない話ですが、来たる LRT 開業などで利便性が高まっているし、可能性はゼロではなさそう。現状は東京の足の裏を舐めてる感が強いですが、そのうち北海道の家畜になる日が来るのでしょうか。頑張れー。朝ごはんです。いや、私が退職感ってわけじゃないんですよ。なんとね、そば食べた後にそこはかたなくお腹空いてたんで、そしたらニューベーズになんかあったんで買いました。お腹空いてる時に買ったので後悔はありません。でも普通に今ね、そこそこ満腹です。バクかな、ま、食べたんですけどね。そんでうまい、ニューデイズ最高。隣にはそれなりにでかいコーヒー、アメリカ人が見たら物議を醸しそうな名前ですが、普通に美味しいです。こいつが今日の原動力です。頑張るぞ。ちなみにコーヒーが切れたらバッテリー 0% のスマホみたいに動かなくなります。依存ってこういうことです。恐怖。胃袋にコーヒーを流し込んでいるうちに、列車は那須塩原駅を通過中。新幹線駅を置くとき、西那須野駅案と黒磯駅案で揉めたので、折衷案としてその真ん中に置かれたもの。功利主義にしては随分偽善ぶった駅ですが、通勤の性格が強い新幹線那須野は、ここ発着の便が約半分を占めています。東北も出ないくせして東北新幹線を名乗るとは随分おこがましいですが、看板を大きくしとけばなんか偉く見えると改善に、受け負ってる役目もそれだけ大きいので、自己啓発本の歌い文句に比べたら随分可愛く見えるもんです。大蛇が救ったとかいう闇祖山を東に望んでいるうちに、新白川の駅を通過中。いいご系はやぶさは図体も態度も天狗なご様子で、福島県の駅だって全部通過します。図体で言うと先頭車両の花の長さは15メートル、 E2 系のそれに比べると6メートルも長いもので、
先頭車両の長さ 26.5 メートルのうち、鼻だけで半分以上。無論、いたずらに鼻が高くなってるわけではなく、トンネルドンっていう、トンネルを抜けた時の音を小さくするのに貢献してます。新幹線がトンネルを抜けたらドンですが、人間がトンネルで抜いたらドヒュンです。トキワグリーンの派手な車体とは相反するようで、その音は E2 系よりも小さいと言います。自己満の武勇伝を高らかに語っている輩は、大抵声だけはでかくなりがちですが、E5 系君に関しては、真逆で謙虚で、見習うべきところがあるものです。稲穂ですら、孔明を垂れてるもんね。ってわけで、ここからは、車窓の底かしこに田園風景が見えてきます。ですが途中、ちょこまかと駅とか都市とかを通過します。郡山、奈良時代の郡山には、郡田っていう市役所みたいなものが置かれてました。国軍二世という地方区分の産物で、小野木町の辺りを含む中通りの真ん中を掌握するようになった朝霞軍が、その一帯が郡山と呼ばれたせいで、地名が根付いたらしいです。行政区分にかこつけたドヤ顔を、1300年も前から、しおってからに、なんだかんだで人口は、お次の通過駅のある福島市を凌駕しています。なんですが、福島駅に行くまでに、ちょっと線路がカーブしてます。というのも、ここを直線で進もうとすると、二本松とかのややでかい市を縦断する羽目に、縦断で休断なんてことは避けたかったので、迂回させちゃえとなりました。ちなみに、西側への迂回も考えられたのですが、高速道路、東北本線とルートがもろかぶり川かぶりするので、11.7km のトンネルを掘っちゃった方がいい。それで、東側への迂回がされたと言います。ってわけで、郡山から福島までずっと、地底人になった気でいましたが、久々に地上に出てきまして、福島、山形新幹線と分岐します。はやぶさ号からしてみれば、知ったこっちゃないことですが、日本海方面にそれて、奥羽山脈の向こう側に溶け込む、そんな山形新幹線を尻目に、列車は、東北本線沿い、阿武隈山地の西側を疾走します。検討段階では、阿武隈山地の東側、阿武隈急行線に近いルートを通る案もあったようで、もしかしたら、角田市のあたりに停車駅が設けられてたかもしれません。しかし、計画ルートの阿武隈川沿いは地形がシビアです。某パズドラみたいなインフレソシャゲ並みにシビアです。これでは、工事を分割しておりおりおりを、やりやりやりやできないわけですね。それで、この白石経由になったそうです。と、白石蔵を通過、地形が厳しいのは、どこも同じだろって君、誰かが困っている時に辛いのはみんな同じ、とかいう共感まがいの圧力を多方面にぶっかけて、誰かを傷つけたりしてない？まあ、この付近も、小須郷峠とかの問題で険しかったけど、阿武急ルートは実際乗ってみると相当きついです。とかつらつら述べたけど、結局は、論より証拠、百聞は一見にしかず、みんなも阿武急、乗ろうね、って言っているうちに、仙台平野に飛び出して、東から昇ってきた太陽の、ありったけのポカポカ日光を浴びてると、仙台、JR を筆頭に、様々な列車が挿入してきたり射出されたりが行われてます。何Pプレイなのこれ？東北地方随一の大都市なだけあり、総生産で言うと、宮城県なら半分を占有、東北地方規模ですら、仙台市だけで、6分の1をも横領している大都市です。さすがのはやぶさ号もひれ伏すかのように、速度を落とし、せいぜい、中国の10分の1程度の歴史しかない、伊達市が追っ立てた町に滑り込み、のぞみ号で言うと、名古屋的な立ち位置でしょうか。乗車も降車も目立ちます。ほんで、その次が盛岡。岩手の真ん中あたりですね。県一つしかまたがないと言われたらそうですが、道の区は、一つ一つの県が、やたらがたいよく、180km くらいノンストップです。これ、東京から静岡と、大体同じ。仙台を出て約4分。なんか面白そうな施設が見えてきました。東北本線の支線に沿うように佇むこいつは、新幹線総合車両センターです。撮影してる時は全然気づかなかったんですけど、アルファ X いましたね。いくら新幹線といえど、マグロみたいにかけ続けるわけにもいかないんで、本線の座を奪い取られた東北本線リフ支線のお隣で、ランランデカデカとリフ長の真ん中にリーブされてます。で、この近辺の東北本線よりも、せいぜい数年先輩の梨本氏は茨リフを出まして、古川を通過。東北本線を迫害したけど、結局、鉄道越しさに馬車軌道を敷いたら、国鉄陸羽東線とかいう上位互換のボスが侵略し、さらに、当時の古川駅は、僻地に作られた悲しさはあれど、結局新幹線がやってきてくれたので、地道に、けなげに鉄路を勝ち取った駅、すんません。CC デビューしてたので、古川駅取れてません。CC は仕方ないだろ。ズブズブ沼だった過去も、干拓で夢の後、そんな仙北平野を爆走します。ちなみに、栗万湖高原の通過シーンも撮り忘れました。これは CC デビューしてたせいじゃなく、シンプルに地堕落のせいです。2面2線も回避不可能な、必要最小限の設備に留めた西岸駅、ってことだけ言っておきます。ちなみに、ここからは、西岸駅が多くなるからか、結構スリムな構造した駅が増えます。でも、今通過してる一ノ関駅は、西岸以前に初めから開業予定でしたし、なんなら、在来線の線路を一部ぶっこ抜いたぐらいには、国鉄も熱意があった駅でした。問題なのは次。
庭園にまみれた風景の最中、水沢江差駅のあたりを通過しています。奥州市の中心部、東北本線の水沢駅からも相当離れており、一見なぜ置いたのか理解に苦しみますが、 YouTube に大学を開設しては意味不明な卵とを並べた挙句叩かれてる某芸人の奇弁に比べれば十分理にかなった駅です。この駅は東北新幹線の計画時点で新駅を設置する予定でした。しかし当初駅は置かれませんでした。いびつなレトリック、中央を追って説明しますと、東北新幹線は岩手県内に盛岡以外にも駅を大体2つ置きたいねってなったのです。とすると、一ノ関、水沢、北上、花巻の4市が争いますが、まず駅間バランスと需要で一ノ関が1抜け、残る3市はしのぎを削りますが、その中でもここ水沢は条件が悪く、近くの井戸観測所を避けるのを前提に、団地分断の回避、土地取得も楽って理由でわざわざ市街地から東にルートがそれたわけです。ほんでパイパイの奪い合いでもみもみくちゃくちゃにされ、北上だけがうまい部分を食らうことに。しかし沿線住民はさながら酒場バスピスのように無直な顔して国鉄にゴマをすり、新水沢駅の設置が決まるや否や、おい国鉄の野郎ども早く駅を置けと本心をむき出しにし、そうしたなんか水沢の人間が駅を計画してんなっていうごたごたな過程で、とりあえず高架橋の構造だけでも新駅バッチコイな体制にしたそうです。ちなみに重要なことを言いますと、その駅は地元負担です。西岸駅だからそんなの当たり前だのクラッカーだって。地方なんとかかんとか法にはね、地方公共団体が国鉄とかに金出すなって決まりがありました。要するに地方が金出して駅作ったらこれで半殺しにされます。罪です。しかし積んでませんでした。全国新幹線鉄道整備法っていうのがありまして、それを魔改造しようぜと考えたのです。そんな反則すれすれの裏技を使って建設費を地元で負担できるように、事実上法を法でレイプしてるので新手の近親相関みたいな改正ですが、ペン様がにっこりしてるんだったら私は否定はしません。からの新花巻を通過、雨にも負けず風にも負けず、宮沢賢治のクソデカいネームバリューにも負けず、釜石線との接続駅を一路ほどの慈悲もなく通過します。多分ここは矢巾町のあたり、自然に囲まれたコンパクトな街を自負してます。その自負は正しいのか、コンパクトシティ的な側面もあり、宅地開発と合わせて人口が増加中、現状は盛岡に依存する制度例に近いですが、さすがは県庁所在地の側近、北上高地の手前側にちらちら住宅が見えてきたかと思うと、南部鉄器ブランドで流星を極めた盛岡の街が見えてきました。目の前に広がるは北上川。かつてはこの近辺から石巻のあたりまでお米をちょぼちょぼ船に積んては江戸にバンバカ売りつけたので、江戸の米の3分の2くらいがこの界隈の物で埋め尽くされるという河川を生み出した河川です。おい笑えよ。それでこれまで英語系と兜合わせしていた飯楽系くんとはここいらでちょいとお別れ、その離合シーンを見ようとヤジ馬はまるでチャグチャグ馬っ子のように連結部にひしめきます。私も垂れ高に飢えているので誘引馬食でもするかのようにお別れシーンを顔見してきます。逆光なのはご愛嬌。さてここで秋田へ向かう E6 系くんに使われているのは茜色、丁寧なこしらえとあつらえによる記憶心に残る旅をテーマに、関東祭りとか生ハゲの色とかから取ってきた色だそうです。E5 系の技術を取り入れつつも在来線にも乗り入れられる新幹線、クパーしてた連結部をキュッと閉じて奥州出羽山地の向こうへ走り抜けます。で余韻にいつまでも浸ってると乗り遅れるのでとっとと戻ります。東北新幹線の乗車人員で言ったら郡山、福島に次ぐ7700人程度なんで、相変わらず盛岡でもおりました。そうだよね、東北の中枢都市2つを出てちまっと空いてきた気もします。このまま新青森までノンストップはめっちゃ早い、はやぶさならやらかしてくれるけど、あいにく確定に近いタイプの列車なので途中何回か止まります。ここから八戸までは2002年に延伸した区間、まず二戸駅まで進みましょうかね。あとその前に岩手の幕内駅を通過、2019年度の乗車人員ですら100人を切っている面目もへったくれもない駅ですが、1891年の東北本線の青森延伸時からこの地に腰を据えていた由緒ある駅です。なんなら特急も止まったっていうし、ところで盛岡の先からここ沼区内まで在来線の線路に新幹線が乗り入れる構想があったそうな。早い話ミニ新幹線計画が立ち上がってました。 JR 化されてから新幹線を敷くときポイ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 ポピーと投資しては赤字を垂れ流すような第二の国鉄になるわけにはいかんので、新幹線といえどもケチりたかったのです。そこで在来線の線路に新幹線も走れるような線路を一本足して
参戦騎乗という形で盛岡から八戸、青森までの延伸を目論んだんです。当時はまあフル規格新幹線が整備されるまでの一時しのぎ的なノリだったんですが、フル規格で線路はらめやおらとパンパン地元がこづいた結果、全面的にフル規格になったそうな。だからといって手放しで喜べるわけではありません。ってわけで二戸駅到着、 IGR 岩手銀河鉄道線との乗り換え駅です。イグラレ岩手銀河鉄道線、フル規格新幹線となると並行在来線の経営分離がつきまとってきます。東北本線とかいうデカ長い幹線であっても微塵ほどの地費もありません。それで岩手県らが出資する山積って形が取られました。東北地方自体の地形の険しさと一戸町をはじめとした鉄道ブーイングにより引き継いだ線路はぶっちゃけ褒められた線形ではないですが、 JR 貨物の列車とかもバンバカ心配してくるので会社の形は変われど欠かせない存在になってます。それで次は八戸、そこからは青森県に突撃です。青森県内の在来線はまた別の会社が運営してます。青い森鉄道ってやつです。隣の芝生は青いとか青は愛より稲手っていうように際立った優秀さと青森をかけてるのかなって思ったら、由来とか以前に公募で決めた名前らしいです。人生は時に深く考えすぎると損するって言ってたら八戸駅、青い森鉄道八戸線との接続駅、17世紀の江戸時代に藩ができた頃から漁業で栄えてきた町です。イカの水揚げ量日本一は言わずもがな。サバとかイワシとかもよく水揚げされる八戸港。江戸時代には海運とか治水とかを魔改造することが生きがいだった川村瑞賢が東回り航路とかいう日本海から津軽海峡経由で江戸に至るルートを打ち立てたおかげで、サメの浦のあたりを中心に船が出たり入ったりするようになり、また八戸線が開業してからは岡町期の力も借りまして、漁港整備だとか重要港湾への指定を経て昭和中期には水揚げ日本一を記録、漁業というデカ物の打ち出の小槌で栄えていった功績は大きいものです。今はまあ15位くらいになってるんで何とも言えないですが、終わりの見えないトンネルを抜けた先はいかにも閑静な七戸と和田駅。さっきっからへの続く地名ばかりで、へいへいぼんぼんへきへきもんもんな駅名ラッシュですか。由来なんですが、平安後期に100年くらい奥羽地方を牛耳った奥州藤原氏ってのがいまして、この陸奥地方の僻地をへって単位でざっくり9つに分けたのが始まりだそうな。この七戸町のあたりもその一環で次第に文明も発展し、この七戸と和田周辺でも南部縦貫鉄道が走っていました。ちょうど新幹線と接続できそうだったのに悲しきかな。その鉄道は新幹線の開業を待たずして廃止、人の口にとは立てられぬように田園風景ばかりで何もない単独駅というイメージが先行しがちですが、開業からまだ12室ら一周してないのにイオンとか道の駅とかが併設されており、ただのペーペーな何がしではない、そこそこクラスの駅です。からのお次が新青森駅、青い森鉄道線じゃなく今度は奥羽本線と接続。たらふく緑が目に飛び込む三本木原の真ん中をゆっくりと列車は走ります。この三本木原のあたり、とにかく火山灰が威張り腐ってた土地で、雨も地面に染み込み井戸なんて頼りにならず、住民も土壌もマジで岩内でした。しかし二戸別島たちが十和田湖源流の奥入瀬川から水を引っ張ってきて新たに伊能川を作ってワクワクし、民営国営で開墾がバンバカ行われ、酪農をはじめとした農業地帯に化けたそうです。ちなみに火山灰チックな土地の元凶は七戸と和田駅の西側にそびえ立つ八甲田山。列車はその八甲田山の中をトンネルって形で進み行きます。その八甲田トンネルの長さたるや 26.5km、 鉄道、陸線、陸上という3つのちまっこい条件をつければ世界一長いトンネルってことになります。ブハッと息継ぎでもするかのように10分近くぶりに新幹線が地上に出てくる頃にはすでに青森平野を北側に望み、新青森まであと 10km かそこら、途中縦穴式住居が救ったという三内丸山遺跡の近くを通るのですが、見える気がするけど見えねえや、ははまあパンチラとかと同じで見えぐらいがちょうどいいもんです。で次の新青森で JR 東日本エリアは終わり、そこからはついに JR 北海道入りです。北海道新幹線というのは存外その名に恥じないもので、重量とはいえど指定席に関してはそこそこ混んでました。ですがまだ青森県内、次は奥津軽今別津軽線との乗り換え、東横インで京津軽線との乗り換え駅なんですが、そいつが被災の影響をもろに受けまして損廃議論はなかなか煮詰まらず、現状は独立している感じです。昭和中期までは線路も敷かれず、村長が一念発起運動を起こしてやっと敷設が決定した津軽線、戦争で線路が剥がされても自治体発起で青森から蟹田、三厩へと延伸、それから青函トンネルで北海道と小指つなぐ関係になったけど、新幹線が開業したらちょん切られ、旅客についてはローカル輸送に徹するように、リゾート足並の寵愛は受けたけど、去年8月の大雨で被災したっきり、そんな悲しくも瀕死な路線との接続駅ながら若干目ほど降りる方はいらっしゃいました。やっぱり龍飛崎へのアクセスとかなのかしら。奥津軽今別を出て
しばらく津軽半島の地下に潜ったり出てきたりを繰り返しているうちに、全長 53.85km の青函トンネル、1954年に青函連絡船洞爺丸が沈没し1000人以上もの死者を出してしまった海難事故をきっかけに、県政通、県政通、さっさと県政通しばくぞって声がでかくなり、昭和末期に開通以来、北斗星などの寝台特急から新幹線まで、海をも滑走出北海道を経て、なんだかんだすごいトンネルみたいな感じになってます。ロマンチシズムは感じますが、いかんせんずっとトンネルなので海を渡っている実感は全然ありませんって言ってたら、北海道の渡島半島へ、木古内に到着です。新函館北斗の一つ手前ですが、ここいらで降ります。乗りたいものがあるので、あとちびっと観光もしたい。おかしいな、動画時間30分に収めるつもりが、木古内まで行くのだけで30分使ってしまった。まあとにかく北海道上陸です。木古内町は北海道の最南端だから、それなりに温暖とは言いますが、ちょい寒い。人もビル群も冷酷なくせして、イートアイランド現象だけは活発な都心部とはまるで対照的です。涼しげな風を切って北斗市へ向かう。いい御景とはここいらでお別れです。2016年に開業した駅舎なだけあって、設備も香りも相応に新しく、ふんだんに用いられた木古内産地の道南杉の香りが木漏れ日をイメージした駅舎の中に充満します。花粉シーズンなんかはそれこそ四六時中杉に対して中指を立ててる私ですが、この時ばかりは小気味よくも繊細な自然の匂いに鼻も上機嫌です。函館和牛モチーフの木古内町キャラクターキーコがお出迎え。こいつ和牛なんだ。倫理観をかなぐり捨ててキーコ食べたいですね。変態みたいなセリフですか。キーコの隣でそっぽ向いてる H5K 君は、私の言葉に道論議もせずすまし顔なので、布団をアナルにねじ込んだら金玉が虹色に光る気がしました。木古内の地名の由来は、アイヌ語で高く昇る源を表すリコナイとか、潮がブッシャーと入ってくる川を表すビロナイが転じたものだとか、川や山に囲まれ新幹線が通る木古内ですが、 JR の在来線は今は通っていません。代わりに通っているのは並行在来線で山積になった道南いさり火鉄道元江差線です。改札に向かいたいのですが、まだ30分ほど時間が余ってます。そうと来たら観光です。まずは駅舎街へ。意味深な車両が止まる南口の真ん前には、道の駅みそぎの里木古内、地面だけ見たら懺悔のメッカに近いですが、寒中みそぎ祭りという、むさくさいオスが豊作豊漁を願って1月中旬の凍てつく海に突撃するお祭りから来ている名称。意外としっかりした由来だし、案外ストレートな名付けです。北海道新幹線の開業に近いタイミングで建てられたので、道の駅としてはせいぜい7歳児ですが、2022年を含め道の駅ランキングで何回も1位を勝ち取ってる実力派の道の駅です。懺悔のメッカとかろくでもないこと言うな。で、売店が営業してましたので、いくらかの銭と引き換えに軽食をぶんどってきました。みそぎの塩懺悔なるものです。300円。懺悔は北海道特有の鶏の唐揚げのこと。最初から醤油などの下味で鶏肉を洗脳した後、一切の慈悲もなく油にぶち込んで作られます。そんでみそぎの塩は、先ほど述べたみそぎをする場所から取った海水、それを煮詰めて作られた塩で、この懺悔にはその塩があしらわれてます。つまりエリート塩が乗った唐揚げです。木古内駅構内に戻りながら食らってみると、なるほど確かに道南の力強さを感じる一品。噛むたびに肉汁がぶわっと溢れ出し、軽食とはいえどなかなかジューシーでうまいですが、これ軽食にしたって3度目の食事です。なんか懺悔したくなります。懺悔のメッカじゃねえか。さ、道南いさり火鉄道の駅構内へ。山積化された場所だとか、青函トンネルの麓だってこともあってか、一種の盾みたいにでかい駅名標を含め、JR、国鉄時代の遺構が所狭しと並んでおります。式は完走としました。あとは進むのみです。ホームに降り立ってみると、そこに佇んでいるのは気配温まる、道南の春の花、蝦夷甘草をイメージした山吹色だそうですが、心なしか、タミューを彷彿とさせる派手さです。車内はセミクロスシートで、ほとんどボックス、わずかにロングといった具合。あいにくおめえの席ねえから状態なので、立ってることにします。鉄道欲を満たすべく、一人デッキに立って、11時16分、木古内を発車です。木古内のオナニー、木古内。全国から起こる国鉄型車両排斥運動に負けじと、道南いさり火鉄道線では全車両が気配温まる、もはや動く鉄道遺産と言っても、過言ではないこいつは、エンジンの音を高鳴らせて木古内を出発です。じゃあ、道南いさり火鉄道とかについて、そのあらましをば。道南いさり火鉄道は、かつての JR 江差線をちょびっと引き継ぎ、木古内から五稜郭の 37.8km を結ぶ路線、公募で決められたその会社名は、津軽海峡でイカを取る時に放たれるいさり火、それがこの地域を象徴しているのをいいことに、島外への尻尾振りも兼ねて名付けられました。北海道最南端の鉄道駅を備える元江差線、
その不設運動は遠く昔、明治中期にまで遡ります。というのも、その頃北海道鉄道不設法なるものが定められてまして、宅食を理由に北海道の幹線がまんまか計画されたのです。となると、函館江差から鉄道欲しいのという声が上がるのも無理はありません。そうして立ち上がったのが渡島鉄道株式会社、私鉄です。鉄道局から利子をひったくっては測量をやらせる、相当なガチ勢っぷりを見せたのですが、不況という圧倒的なアッパーカットを食らい、悲しきかな、アップアップの状態で中断。ですが、鉄道に対する熱意はアップし続け、江差町長らはこぞって敷設を求めます。そのおかげで大正2年、五稜郭と上磯を結ぶ国鉄上磯線が敷かれたのでした。めでたしめでたし。めでてえのはその中途半端な敷設状況を10年のなおざりにした国鉄の頭です。だって上磯って超手前、現在の伊佐海老鉄道の3分の1の距離すらも開通してません。こうも短距離なのは、浅野セメント工場が上磯の付近にあって、それを函館港からボコスカ輸出するためなんですが、先っちょだけだから、で、本当に先っちょだけしか敷設されないのでは、 70km 先の江差町の大衆だって欲求不満になりますよ。そりゃ、それで大正中期には産業が活性化されるから早しけやと、大正末期には本州にも近いからしけかすと、町長が議会に熱烈ラブレターを送りつけますが、まともに既読がつかないので町民みんなムカついてきちゃいました。それで同盟会を開いてアウトローぶってた中、松前方面にも線路くれという運動が起こります。来ないから線路を分岐させたれっていう方針です。それ自体は別にいいんですが、江差と松前でお互い連絡が取れずじまい、某リニアで揉めてる知事くらい意思疎通がなってませんでした。もはや津軽海峡が干上がりそうなくらいバチバチの三角関係になり果てますが、四面楚歌ならぬ四面無音の中、やっとその線路の分岐点、来ないまでの延伸が叶います。もうすでに昭和時代に突入してますが、そこからはきちんと測量が行われ、1936年やっとこさ江差まで開業しました。松前線もその翌年から線路を伸ばしていきます。全通後は井山エリアから木材だとか海産物だとかをくすねてくる仕事について、やがては準急も行き交うようになり、願ったり叶ったりで順風満帆なわけないです。日本列島がイザナギ景気とか言ってフィーバーしてた1968年、そんな好景気に横槍を入れるかのように、国鉄諮問委員会なるものがしゃしゃり出て、83個の赤字路線に対し君消すと言い放ったのです。江差線を含め道内でも15000区くらいの対象に、江差線に関してはすでにこの時点で平行道路から名を付けられてたので、赤字廃線議論もしゃあなかったのですが、北海道の気候とはまるで対照的に、住民の腹渡はふつふつ見え繰り返りまして、江差線の建設時と同じノリで町民大会を開きました。それが功を奏したのか、廃線は免れるのですが、この頃から来ない江差の人口がじわじわ減り始めたのです。それとない自利品の手が背後から伸びつつも、国鉄民営化の少し前、1980年、かつての戦後誘致運動の時に既読無視どころか未読無視されたあの松前線に悲劇が、それが国鉄再建法、バラのように真っ赤な営業成績を叩き出す路線を見て、おファックですわーと国鉄が仰せたやつです。基本的に輸送密度が4000人未満の場合はぶっ殺すという気概だったのですが、旅客1人当たり平均 30km 移動してて、かつ輸送密度が1000人以上なら許してもらえました。松前線は1000人はクリアしてました。やったー。旅客の移動距離も北海道という広大な土地ならお茶の子さいさいへ 29.8km で、あと 0.2km 足りなかったってマジ？そういう理由で第二次特定地方交通線入り、廃止対象に、以来需要は一旦伸びるのですが、最終的に人数の方で赤点ラインを切りまして、国鉄民営化後の次の年、1988年の2月に松前線は廃止されてしまいます。一方の江差線は松前線廃止から1ヶ月後の青函トンネル開通からの一部年化で津軽海峡を担う絶頂モードへ。江差線は廃止された松前線に対してマウントでも取るかのように、寝台特急北斗星や急行浜松などとイチャコラするような関係になっては、大量の旅客をぐっぽぐっぽ北海道の地に上がらせる肉食系路線になり果てました。五稜郭から木古内に限っては。ですが、木古内から江差は電化されないどころか、急行の貨物もすでに廃止されており、同区間の輸送密度は JR 化直後は253、1日6本の機動車だけにしたって心もとない。ただそれは JR 化直後のこと。20年以上経って民営化もこなれてきたはずの2011年度には輸送密度は41にまで落ちぶれます。年間3億円の赤字を過去進行形で垂れ流していたどころか、豪雪地域の路線を支えるてんこ盛りの設備、それの更新に手を焼く未来だってあまりにも見えすいていました。あと鉄道が止まった時のバス代行だって、あ、いけるわって感じでした。ついでに北海道新幹線が開通したら、江差線の木古内移転が飛び地になるし、あらかた廃止の理由をこさえたところで、 JR 北海道が自治体に嫁って、ちょっと廃止にしたいんすけどって半年くらいお話ししたところ、函館バスなるところに任せよっかとなり、江差線は一部
てか、半分以上の廃止に、残された道南いさりび鉄道部分も、これ見よがしに架線は張られてますが、旅客列車からは 99% しかとを食らって、どこか悲しげです。しかし、電気機関車の幅を利かせる貨物列車くんからは、あからさまな出来合いを食らってます。どのくらい貨物依存かって、参考までに、2019年度の収支状況なんですが、運賃収入が 1.26 億円でした。その一方で、貨物からは線路使用料をいいことに16億円入ってきてました。悲しきかな、運賃収入なんて貨物の足元にも及びません。現状は、メンヘラみたいに貨物に依存しては、足の裏を舐め回す日々、2030年度目標の貨物新幹線に実現したら、足元を見られることは間違いないです。頼むから耐えてくれよ。いい路線だから、道南いさりび鉄道。そして、みんなも乗りに行こうね。乗れ。おおむね説明は終わったんで、沿線紹介行きましょう。というわけでモヘジを出発。緩やかな川を指す、モペチから来たと言います。この最寄りには、寝台特急北斗線を持ってきて、ホテルにした車両があるそう。現役時代には海を幾度となく渡って、引退後に陸の上でじっと小座する姿は、水揚げされたマグロを彷彿とさせます。津軽海峡って、松前といい函館のトイといい、結構マグロが取れるっぽいので、そういうマグロチックな余生もまた、津軽海峡の運命なのかもしれません。話は270度変わるんですが、心身デリューしたいので、トイレにこもります。老害クレーマーとかいう、日本語が通じない日本語話者の態度くらい、堅固な金属扉を開けますと、日本カルチャーにして、外国人に対する挑戦状こと、和式便器のお出迎え、私の鳴らしている姿を外部に漏らしたくないので、鍵は閉めます。換気目当てか、方言目当てか、とにかく、便所窓もレアです。トイレ自体は懐かしい、と言いたいところですが、211系とめちゃくちゃ似てるので、詳細は割愛。って言ってたら、清川口駅に着きました。目の前には北斗市役所、バックには総合文化センター、乗降客も何名かいらっしゃるのを見るに、経済圏っぽい雰囲気が見て取れます。ちなみに一つ前の駅、上磯からは函館市への需要が絡むのか、本数が増え、そこまでは2時間に1本くらいだったのが、1時間に1本くらいになります。観光的にもそこそこ楽しめる路線ですが、地域にも密着している性格がうかがい知れます。とはいえあいにく、1両で足りてしまう輸送密度。北斗市特産のトマトのようにみずみずしい、面持ちな路線ながら、スーパーマーケットの主線路がベタベタ触ったトマトみたいに傷んだ。ボロボロの赤字な経営状況に不信しつつ、久根別の駅を出ます。久根別駅の真ん前にはかつて函館製鉄所なる別に鎮座してました。そいつが何かと言いますと、やっぱり地で血を洗う戦争時代の産物です。日中戦争などの軍備にかまけていた頃、道南エリアにある大沼製鉄所は大忙しでした。さすがにキャパがぶっ壊れそうだったので、目を皿にして移転先を探し求めたところ、よっしゃー久根別駅前なんもねえじゃんなどとことさらに騒ぎ出したので、1940年にその持て余してた土地を使って駅地下軍事施設を意気揚々と作り上げたそう。しかしその製鉄所はむくみの花のように短命で、戦後はすぐに接想も跡形もなく消えちゃいました。そんな荒花の跡地には家が連なっており、住民たちがしっかり息吹を生み出してます。からの七重浜で行き違い、函館フェラターミナルの最寄りです。向かいにはコキア赤色の気配おんまる、鹿肉、毛ガニなど食欲の秋に関わる食材や赤トンボ、紅葉をイメージした秋カラーの車両です。ちなみに私は倫理観に満ち満ちているので、静脈の力だって思いました。道南いさりび鉄道にはこんな感じで、7種類くらいの塗装の気配40が走ってます。楽しい。からの函館平野を右にカーブしていけば、道南いさりび鉄道の端っこ駅、五稜郭、北海道内路線環状の処女は、道程駅行き鉄道に奪われました。まあ優しかったと思います。楽しかったし。そういやデッキの防音性はすごかったです。多分大声でしも叫んでも大丈夫。まあ叫ぶどころか、生涯口にしたことすらないんですけど、炭鉱列車はそのままの乗りで函館本線に直通。お隣函館まで爪をかじりに行きます。って言いましたが、エンジン音も相まって、大変勇ましく見える聞こえるものです。あとせいぜい 3.4km だけど、その黄色の胴体は、南の空高くに昇った太陽に照らされてくっせえこと言ってると乗り遅れるわそうだわ。そういや乗り換え時間5分なんだよな。次、武者万華方面の函館本線。この路線もじきに、山積化、廃線などで JR 線じゃなくなるんですが、行政がやたら廃止に従ってるせいで、悪い意味でホットな路線になってます。今回はそのうち、廃線の色が比較的薄い長万部までと、直通先の室蘭本線を特急で乗っていきます。じゃあ行きましょう。の前に、五稜郭駅構内には、五稜郭から 2km、だるい、っていう自虐的正し書きがくくりつけられてます。それもそのはずで、敷設当初は、五稜郭の近辺を通るかどうかは、特に論外には上がってませんでした。でその乗りで、函館本線の一部、おしま大野から函館までの線路を敷いたのです。これまた私鉄って形。しかし、東北本線と連絡したいがために、海岸沿いに函館駅を移設。この時、旧函館駅は亀田駅に改称。なんですが、火事を起こした後廃止。でも、やっぱり駅はいるので、五稜郭駅を建てた次第です。
すごく雑に言うと、線路が先、五稜郭駅が後、だったからです。この五稜郭は、工場、操車場、貨物の拠点とかって理由で栄えてきました。観光はどっちかっていうと、アウトオブ眼中って言ってたら、列車がやってきました。特急、北斗の261系です。番台を変えながら、20年以上生産され続ける、ご長寿特急列車です。これは1000番台。まあ座りリアルなと高をくくって、自由席を取ったら、見事に乗客の高に翻弄されて、しばらくはデッキに立つ羽目になりました。8両のうち、自由席2両しかないもんね。しゃあないしゃあない。ってわけで五稜郭を出発。次は新函館北斗です。なんか妙に小綺麗だなって思ったら、これ、2022年製の車両みたいですね。1000番台に関しては、最初の製造自体は2006年なんですが、北海道新幹線の開業から、キハ281系とかいう20世紀車両の排斥まで、ビッグマックを食らう坂井正人並みに、あれこれかっこつけて、7自社くらいまで増備しているらしいです。0番台が始動した2000年から考えてみると、すごいどころかむごい、未だに E257 系を増備しているみたいなもんです。訪日外国人観光客から、ベタボレを食らっている北海道なだけあってか、さもありなんといった具合に、つらつらとスピーカーから4カ国語が流れてきます。この車両も、インバウンド需要がでかいのか、外国人観光客が大勢いらっしゃいます。いずれにせよ北海道が脚光を浴びるのは、いいことです。だからこれ以上廃線は推し進めないでくれよ。と言っているうちに、七重の駅に停車。特にドアは開きません。この七重町というと、西洋リンゴが初めて栽培された場所だそうです。旧幕府軍と明治政府がバチバチやり合ってた戊辰戦争の頃まで話は遡ります。江戸末期にガルトネルとかいうドイツ人が、のんきに函館の街をほっつき歩いてました。そしたら幕府軍サイドが函館戦争をきっかけに、北海道の東江土地で生きり始めます。その傍ら、榎本武明っていう人がガルトネルに、おい、農業さやるんだで、と言い出すわけですね。そうして、だいたい10平方キロメートルくらいの土地を、まるで犬に餌でもやるかのごとく、軽々しく明け渡し、1869年から西洋式の農業方式や西洋果実で、七重町界隈をこねくり回したのです。ところが五稜郭の戦いで、明治政府が旧幕府軍をぶち転がした後、明治政府は、ガルトネルのせいで北海道の開拓事業が足踏み状態になると考えたり、果ては、ガルトネルの土地から北海道、日本が侵略されるという、被害妄想じみた論理を吹っかけて、農業しかしないなら帰ると、ガルトネルを追い出し、開墾場を官営にしちゃいます。美味しいとこだけ奪っていった明治政府ですが、七重は、外国の作物栽培の実験台として役立ちました。その七重町には、ゾンデ昭和時代、美味しいことを目論んで敷設された線路があります。それが函館本線の藤代線。そいつが何ぞやと言いますと、七重から大沼までの直通線、新函館北斗に鹿とを食らわす、決対の線路です。敷設理由は、勾配やばすぎて札幌方面の列車、ガタガタ行ってて草、って状況のだが、新函館北斗経由の在来線は、20パーミルの勾配が 6km 続き、ちとばかし急。貨物の機関車も2両必要でした。そこで、戦中にはとりあえず路盤だけ工事、戦後は勾配が最大でも10パーミルになるように土地の品定めをし、1966年にやっとこさ、藤代線が完成したといいます。線路自体はあんな感じで、株主総会でだだこねる人の論理の方向性くらい、遠く離れているのに、新函館北斗を鹿とするという事実も何のその、伏線って扱いになってます。それからは、藤代線が札幌方面列車のスターとなり、新函館北斗とかの地位を相対的に貶めます。藤代線こそ道南の新幹線じゃいと、当時の国鉄は色眼鏡片手に行きまいてましたが、時速 200km 以上で走れもしないくせに、何が道南の新幹線だ。本当の道南の新幹線は、次の新函館北斗から伸びてるんだぞ。ていうわけで、新函館北斗駅まで新幹線がしゃしゃるようになると、函館本線が、下り3本の普通列車を除き、新函館北斗経由に、特急が往来していたカースト上位の座をかっさらい、藤代線の恩義なんかないがしろにしたのです。3本だけ普通列車が残っているのは、貨物や特急との兼ね合いだそうですが、並行在来線で山積化されたら、まあ旅客列車は残らない気がします。札幌と函館を結ぶ特急北斗自体が消えちゃいそうだもんね。さて、新函館北斗、函館と新函館北斗の並行在来線については、函館ライナーなる新幹線との接続列車をはじめ、それなりに需要があるようで、この区間については残りそうです。この特急北斗からも、結構乗客が降りられたみたいで。新函館北斗から混みそうだなという予想に反し、自由席もちまちま空いてきました。わーい自由席。あかり自由席大好き。しかし、客室と言えなんと言い、JR 東日本の息吹を感じます。椅子の座り心地も E257 系とかで培われてきた。体裁だけは人間工学のそれです。でも、このくらいの座り心地が好きです。もっと言うとこの座席は、グレードアップ座席なるもの。2006年から始動した座席で、チケットホルダーに小物掛けなど、細かな設備が付け加えられた上、座席幅も 2cm 広く、高さも 8cm 高くなってます。可動式枕も備わっており、
大変枕の高い車両です。10年ちょっと前までは一部の指定席くらいにしか導入されてなかったのに、そんな賞賛のビデオカメラはつゆ知らず。さっきからピントがチンコなので次の動画素材行きます。大沼駅のちょっと手前、小沼が見えてきたあたりで藤代線と合流。もう少し進むと別の沼、大沼が見えてきます。2つ合わせて大沼国定公園に指定されてます。この2つの沼は江戸時代近くにある駒ヶ岳が噴火したせいでできたそう。その噴火で岩屑がどんがらがっしゃーんと折戸川とかをせき止めてしまったばかりに、大沼と小沼が作られたといいます。アシンメトリーながら、さながら生い立ちは双子、それか人造。でもって奥の方にはその元凶駒ヶ岳が見えてきます。車に構えた気になってマウント取ってるインターネット民ぐらい尖ってる山ですが、これもまた噴火の産物です。もともとは 1700m とかの山だったのですが、噴火のせいで山頂がボロボロに、マウントしか生きがいのない2チャンネラーが出鼻をくじかれた時のメンタルくらいボロボロに、それで 1131m のチャチー山にクラスダウンした感じです。ですが国定公園という唯一無二にして完膚なきまでのチート級スキルを得たおかげで、インバウンド需要を担う外国人観光客の方々がこぞって大沼公園駅で降りていきました。やはり北海道観光にはこの駅の存在は重要です。ま、この辺りは並行在来線でバス転換になりそうなんですけど、私の列は並んぼう大沼公園を出ます。さてこれからこの特急は大沼と小沼の間をユリの間に挟まる男くらい差し出がましく突っ切るのですが、大沼小沼をつつましく避けて駒ヶ岳の背後に回る線路も別に敷かれてます。これも目的は藤代線で述べた理屈とほぼ同じ、勾配をゆるゆるにするためです。ただ藤代線と違う点は前身がいたっていうところです。遥か遡って大正時代、森水力電機株式会社なる鉄道会社が森と佐原を結ぶ軽便鉄道を画策してました。理由は貨物需要を満たすため、一応佐原エリアには馬車が定期的にやってきて函館本線に連絡していたのですが、肝心の貨物の馬車は1台で回していて、需要に対する輸送力は超チンカスでした。そのチンカスっぷり、自家用の2馬車が必要になるほど、こんなチンカスな状況の打破と乗客増加を見込んで立てられた計画も、飯田しっぺの法則なんてどこ吹く風で実現はされませんでした。ですがやっぱり函館本線の運営元としては駒ヶ岳経由の線路が生み出した奥底勾配は困る。そこで渡島海岸鉄道なる鉄道会社が大正末期に立ち上がったといいます。最初こそ森から 2km 離れた東森駅が終点でしたが、それでも佐原から函館まで日帰りどころか2往復すら可能になったのはでかいです。ましてや東森から森までの延伸という一撃に関しては言うまでもないでしょう。そうして白紙喝采を食らうだけ食らった渡島海岸鉄道は、絶対石壁を通って大沼まで延伸するからなと壮大な死亡フラグを追っ立てます。そんな大元相互も戦時下の波にさらわれ、1945年に買収を食らったのでした。現在は函館本線の端くれローカルとして上り7本下り5本の列車を支えていますと言ってたら森です。アイヌ語で鬼牛という樹木でごった返す場所を指す言葉が地名の由来、平たく言うとモーリーファンタジーですか。しかし森はイカ飯で知られている通り海もなかなかに強い。その強い要素のうちの一つが地形をうまく使ったホタテの養殖。津軽海峡を抜けてきた暖流の対馬海流と寒流の親潮とが互いの息を撒き散らし濡らし合いまして丸い湾を形成。それがプランクトンジャックポットを引き起こすので、湾はそれこそ養分まみれのカモ状態。さらにホタテをロープで縛り上げて海に放置する追加式養殖も駆使することで、人様の胃袋に入ることも知らないホタテの兄貴がどっぷりどっぷり超えていくっていう策略です。函館本線はここからしばらくその噴火湾である内浦湾に沿って走ります。で、特急北斗は函館、室蘭、千歳線へと、まあ長いこと海の近辺を走っていきます。こういう感じで札幌まで行くルートをみんな口を揃えて海線って言ってます。もう1ルートの山線に比べて距離は長いけど線形もいいし線路も伏線なのが特徴。現状は札幌方面に突撃する時のメインルートになってます。しかし行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずってわけで、北海道新幹線が開通したら海線もゆくゆくは草じゃこなめくじ夜回りされるのかもしれません。こういうのが諸行無常のなんとやらってやつですか。で、列車は牧歌的な風景の中落とし部駅を通過します。この地域は宿場町でした。だから当然繁栄をキープするために駅を置けと要望を出すと思うじゃん。むしろ俺らは宿場町の民だぞ、駅なんか作ったら素通りされるだろなどと上事を連ねまして、駅を置きたかった会社の野心もつゆ知らず、地域住民は駅の設置に反対したと言います。まあ最終的に御料林をバッサバッサ刈り取ったり、官有地の開放で農民が蹂躙しに来たりすると生産物や木材を拉致ってくるべく落とし部駅開業という落とし前をつけたと言います。函館本線のこの区間は1903年の開業、一方落とし部駅の開業は1911年。宿場町としてのなけなしの歪んだプライドはたかが10年も持ちませんでした。さて
ヤクモが近づいてきました。牛のオップルパイパイエキスを運ぶタンクローリー。それが往来するヤクモミルクロードと遠く並んで走ってきました。ヤクモではそんな感じで酪農が盛んです。これもまた開拓の産物。その起源、1881年のこと。野田生に牧牛舎の会社が建てられたのが始まりです。ちなみに政権をかつ上げされたあの徳川家も、どっぱりその会社に課金してます。かくして、牛乳は健康だぞというおべんちゃらに始まった酪農ですが、明治中期のドカ雪季節部のせいで飼料がオワコンになると、牛がバッタバッタ倒れる羽目に、頼んで、土地とか建物を徳川家の開墾地に売りさばいた結果、曲がりなりにも、一応は酪農が続いたといいます。北海道に生半可な態度で挑むと、赤子の手でもひねられるかのように、出しなめられるってわけですね。今放った言葉、日帰りを目論む私の背筋をずっと伝った気がしましたが、気のせいでしょ。ねってお次はおしゃまんべ。あんまり語ることはないので、おしゃまんべまでカットで、メニューってわけでトイレ行きます。トイレで行くとは言ってません。キハ261系には、多目的トイレはグリーン車寄りに一つしか備わってませんが、某アンアンジャッシュのワーシでない限り、基本一両一つあり、綺麗な洋式トイレで満足いくと思います。海ゴミ箱に加えて便座拭くやつもあるので、ケチクセ症の皆さんも満足。ぐりゅうりゅちしたついでに、デッキから車窓を眺めてみます。ついでに、北斗柔道のキハ261系とすれ違い、こっちは8両なのに対し、あちらは9両、キハ261系はあんな感じで、さながらクローンのように作りまくった中間車を、需要に合わせてきめ細かく増結できるのが、北海道で幅を利かせる特急らしい強さです。からのおしゃまんべ、カニ飯が有名で、夏には、おしゃまんべけがに祭りが開催されます。なんか地面がエロいですね。まんげ、ここから、函館本線とはお別れして、室蘭本線に入ります。で、次の停車駅、洞爺との間に、今回の目的地、小室駅があります。車内からもちらっと見えるかな。その間に、静狩駅のあたりを通過します。左側の車窓の先には静狩湿原、ハレンチでおこがましい針葉樹の防風林に、目隠しを食らってはいますが、で、この北海道南部の低地に佇む静狩湿原、1922年というめちゃくちゃ早い時期に、天然記念物に指定されました。さすが侍の国、監視機関がありますね。というおだてもつかの間で、1951年に指定解除、からの農地開発を名目に、湿原がぶち壊される羽目に、監視機関ねえな、そういうデコ入れまがいの囲碁にもてあそばれ、約221ヘクタールだった湿原は、今や6ヘクタール程度に、今のところ農地になった後は、牧草地となり、酪農がなりわいになってますが、それも、人口減の煽りを食らってるもんだから、開拓の意味があんまりありません。監視機関ねえな。で、室蘭本線ですが、おしゃまんべから東室蘭のあたりまでは当初、小沢線っていう呼び方で建設がなされました。その小沢線はまず最初、1923年、おしゃまんべから静狩が開通します。静狩金山から金鉱石をせしめてきたり、林業漁業の成果をがっぽり運びまくれると評判。その次の年、東室蘭から伊達門別が開通。今通ってる静狩から伊達門別の区間は、最後の最後でようやく開通という低たらく。そのうち、静狩から小室を挟んで礼文の間は、ひたすらにトンネルが続きます。この 13km の区間のうち、8km ものトンネルです。その長大さ、車窓の向こうに光が見えたかと思ったら、また暗闇に落とされます。性格悪いです。すまし顔で何の配慮もなく、傘を横持ちする大人ぐらい性格悪いです。ただし、敷設計画自体は、1910年の明治時代からあって、その時に、おしゃまんべから室蘭まで調査したとのこと。ただ、大半の区間は海岸沿いの調査のみ。その上たった4日で実地調査終わりました。とか抜かしていたそう。朝顔の観察日記でも、もうちょっと研究しますよ。この車窓くらい、どす黒いブラックボックスの調査が役に立ったとは思えないのですが、あ、車窓の方は、光が見えてきたね。今通過したのが小室駅です。全貌がよくわからなかったというか、わからせる気がないくらい一瞬だったので、とっとと戻っていきましょう。ワクワク？あ、この絵なんだけどね、襟のところミスった。北海道も、結構大口まで来たかと思ったら、全然そうでもねえな。洞爺です。アイヌ語読みで、湖岸を意味しているだけあり、洞爺湖に入り口みたいな性格してます。そんな洞爺駅も、開業当初は、今は亡き阿武田村から名前を取って、阿武田駅と名乗っていたそうな。ま、1962年に洞爺駅に改称されちゃったし、市町村自体も、洞爺村と阿武田町との合併で、洞爺湖町という大味なくくりの町が爆誕する羽目になったんですけど、特急北斗も10人ほどの客を下ろし、これまた10人ほど客を乗せ、札幌方面へ、この日が261系の千番台、以前までは顔面蒼白真っ青デザインだったのですが、濃い色がゴテゴテしてて重苦しいと、2015年くらいに JR 北海道が仲間ったので、白、紫、黄色と水平ラインが混じり合った、幾分かチャラいデザインになりました。普段図書館で本読んでるおとなしい同級生が、いきなりピアスを開けたギャルになったかのような様変わりです。モチーフとしては、
白は雪、滑らかさ、誠実さ。紫は北海道の花の色。黄色は全面警戒色や根の花モチーフです。カラーリングだけ見たらなんかゆすきずみたいっすね。うんちの醤油。何が？改札外に出ました。閑静なようでわりかし重厚な駅舎です。街が30分ほどあるのでちょいと休憩で、駅舎真ん前にはまるで出落ちのように様々な言語で書かれたようこそがあります。本来はこんにちはの枠に入ってるはずのアイヌ語挨拶イランカラプテも含まれてます。余談ですが、イランカラプテを直訳するとあなたの心に触れさせてくださいです。自然の万物に魂が宿ると考えられてきた信仰、そんなアイヌの文化を感じるいい挨拶です。でも声だけはでかい少数のやからは心に触れるセクハラだなどと文化もへったくれもないことまくし立てそうですよね。エスノセントリズムまがいの偏見話はこのくらいにして、近くの商店でおにぎりが売られてたので買いました。なんですが、なぜかパン祭りのシールが貼られてました。おにぎりに、大丈夫これ？プロテスタントとカトリックの宗教戦争みたいな揉め方しそうだけどいいのこれ？あ、うま、すんません。おにぎりにパン祭りのシールだとか言い出すのは心象膨大っすわ。胃袋は幸せです。ついでに脳にも幸せ与えたいのでコーヒー買い足しました。もう怖いものはない。改札内に入りました。次、14時42分発のオシャマンベ行きです。車両は1両の H100 型電気式機動車です。ディーゼルエレクトリックカーウィズモーターってことで、愛称はデクモ、テクノボーと互換こそ似てはいますが、そんなことない2020年以来のニューカマー。古すぎて部品が6スッポ生産されてないくせに、 JR 北海道でふんぞる国鉄型骨董品を殲滅すべく、海峡を隔てたお隣の富豪 JR 東日本から GVE400系の仕様をひったくってきた車両です。ぶっちゃけ JR 東日本の味が相当濃いですが、 JR 北海道のエッセンスも申し訳程度に入ってます。例えばインテリアについては、北海道の自然を表現した青と緑があしらわれています。山と海ですかね。空の音も出ませんね。メロン側以外にも整えられており、例えば急ブレーキをかけた時に車輪がすり減らないアレンジもされました。鉄道文明などそちらの風だけはしてる割に、平然と線路上に踏み入る鹿との衝突防止のためですとは言いましたが、海線のこの区間にはトンネルがのさばっており、県野のそやでやごな鹿の時もやいのやいのと今日構えることも許しません。まあそれもそうで、この区間は鉄道敷設に手慣れてきた昭和時代に完成したもの。小沢線開業の目的はどっちかっていうと開発っていうよりは輸送をヌルヌルにするため、早い話花からスピードアップのための路線で、都市同士と港を結ぶためのものでした。絶対エリートになるのよという毒を親じみた思想に支配された路線ですが、スピードアップと都市間輸送のみならず地域輸送も欠かしません。ってわけで豊浦、農産物水産物が豊かで内浦湾に面しているから豊浦らしいです。なんとも安直な名付けです。自分の子供にリアムとか名付ける人くらい安直です。そうは言っても町としてはそこそこ、この駅に来る車両のうち半数くらいはここ始発終着。その豊浦を出ると一挙秘境パート1日も往復未満になります。以降おしゃまんべまでは1日10人以下の利用が続きます。とはいえ毎駅ごとに1人か2人ほど乗り降りしてるので、地元民からソース管の路線ってわけじゃなさそうです。座れました。硬いです。ゆかりさんくらい硬いです。もう青いのと赤いのにも同じこと言われたのに、なんであかりさんもそんなこと言うんですか。金玉の歌舞伎、歌舞伎金玉。何が？秘境も佳境のお次は小ごろ。1日も往復未満の便のうち、さらに3分の1くらいが通過します。これぞ秘境とかってみこしに担いでやりたいのですが、 JR 北海道が2015年頃に秘境だから廃止なと言ったのに対し、豊浦町が残せ残せと10回ほど協議を重ねた末、自治体管理で残されることが決まった。潮対応とは真逆に手塩にかけられている存続必死の駅です。その最中、 JR 北海道は2023年利用者数の少ない駅は廃止したいと悲鳴を上げ、廃止検討駅のリストを掲げます。でも経営の苦しい JR 北海道も、住民の時伏せと小幌の人気っぷりは忘れていなかったのか、室蘭本線の豊浦からおしゃまんべの間、大岸、礼文、小幌、静狩のうち小幌だけは廃止検討を免れました。うち通過列の戦国時代と化した JR 北海道の駅でここまで下克上が巻き起こるのもまあ稀でしょう。ってわけで、人の手がこねくり回されて後輩に足を踏み入れます。さようなら。塔が閉じられたが最後、沈活体力の私に駅を出る術はありません。泣いても笑っても45分間山奥で一人ぼっちで、好きや鉄道ファンとおぼしき方が一人いらっしゃるわ。こんにちは。規則的に鳴り続ける踏切の音が役目を終え、力強いエンジン音と汽笛もトンネルの中に消え、ただ耳をくすぐるのはホーム下を流れる水の音と小鳥の微笑のみ。駅名標もやや朽ちていますが、それすらも秘境駅ランキング1位の前には眩しく感じます。これクソどうでもいい話題なんだけど、
教育ランキング1位って地面矛盾してない？1位になったら人口に感謝して外部の人が足を踏み入れてないので事情が知られてないっていう卑怯な自助義から外れない？あ、卑怯駅で一つの単語。そう、ならいいか。獣道というか、なんでビデオカメラのレンズにこんなホコリついてんの？獣道というか、半ば遊歩道を歩いていると、駅地下物件を発見しました。どうやら、函館保線所の詰め所とその倉庫らしい。2011年頃に少し狭くなったようで、なおざりに、廃墟にされているわけではない、っていうのは伺えます。なんですが、建物脇に乱雑に積み上げられた物が、何見てんだ帰れと、訴えかけてくるかのようで、特に、これ以上は何もなさそうなので、反対側向きます。そこには、詰め所とは別に、可愛いサイズ感の倉庫も問い物置、トイレは、物置の隣のドアで、同じ建物の中にこさえられてます。人様が出したうんぽこちいちいを、土の中の微生物が分解してくれる、バイオトイレです。入りたかったけど、蜘蛛の巣が怖すぎて引き返しました。私、秘境駅向いてないのでは？そんな自然豊かな駅が設置されたのは、他でもない輸送力アップのためです。言い換えると、当初は駅なんてありませんでした。先ほど、室蘭本線は、スピードアップのエリート機種と言った通り、この路線は、道南の輸送に徹してました。しかし、役中ならぬ室中のごとく依存してきたもんで、戦時下をはじめ、輸送力が全然足りなくなります。でも、当時単線だったのを伏線にしようったって、おぞましいほどの時間と札束が溶けます。ましてや信号場を建てようったって、静かりから礼文の 13km のうち、8割トンネル、大部分が 10% の勾配で厳しい。そこで、一瞬だけ開けたここに、行き違い用のトンネルを追加で1本掘っちゃえ、となりました。今映ってる掘らないトンネル寄りに掘られました。ただ一つキーなのは、当時の主流は蒸気機関車だったってことです。なので、ずっとトンネル内に引きこもってると、太平の眠りが覚めぬ蒸気船。たった支配で夜も寝に蹴り、そんな窒息死パラダイスは避けたかったので、ホロナイトンネルの前後に、うまく車両をジャストフィットさせる予定でした。口から出まかせのアイデアでしたが、出会って5秒で採用されました。1941年のこと。それから、2年半かけて測量、着工。小ボロは信号場となります。もっとも、1967年に伏線が出来上がると、小ボロだ。貴様この野郎と信号場としての座を奪われます。ただし当時は住民や国鉄職員がいたので仮乗降場としては残りました。駅に鞍替えがされるのは JR になってからですが、現状は豊浦町が溺愛している駅です。以上。さて、ちょっと南海岸方面に歩いてみてます。相変わらず秘境駅の名に恥じない道の険しさです。自然公園の遊歩道くらい険しいです。と言ってるうちに分岐が現れたので、とりあえず岩屋観音方面に向かいます。あ、やべ、普通に険しい山道だわこれ。私はお前らとは違って階段使ってて健康だぜ、などとエスカレーターやエレベーター中毒の輩に内心マウントを取っていた私でも、赤子の手でもひねるかのように、止めどない勾配が私の足首とメンタルをひねろうとしてきます。あと虫嫌いなんです。助けて、じゃあなんでここ来たんだよ。だあ言いましたが、ふるさと納税で築き上げたチャリンチャリンは、ある程度小室駅にも回されているだけあり、山道とはいえ、酷なルートではないです。秘境駅とはいえど、腰便な駅じゃないのだ。一方の私は、下手すりゃ体力切れで電車逃しそうだし、なんとなく遠そうだったので、逃げます。江戸前期の物資、円空が引きこもって、掘っていった岩屋観音。仏道の修行者を襲った熊が、観音の首をもいだとは言うものの、明治期に修復された岩屋観音。それをお目にかかることは叶わず、虚しく坂道を戻ります。小ボロを勢いようと通過していった特急の汽笛が、虚しさを加速させます。へっぴり腰でも何とでも呼べ。あ、小ボロ駅ホーム自体は県外だけど、森の中に入ったら電波自体は繋がるんだ。これは道中で見かけた。秘境駅と地球に対する虐待。アルミ缶くらい自然が分解してくれるとお考えなのでしょうか。とても感性豊かですね。よし。文太郎浜の方行きましょう。こっちもこっちで傾斜が急です。尊大な老人の切れ方ぐらい急です。道端に転がっていた野生の木の枝を杖代わりにすることで、なんとか事なきを得てます。夜でもないのにこの時ばかりは三本足。5分しないくらいで着きました。文太郎浜。戦後にここで漁を続けたアイヌ民族の漁師、当文太郎さんに由来するそうです。事故で両足を失いつつも家族を養ったという、なかなかに唐津なエピソードがあったそう。子供部屋おじさんの第二言でも言えそうなくらい、立派な生き方です。5分くらい居候しちゃってましたが、駅ノートも見たいので、引き返します。海っていいですね。心が安らぐので、いつまでも痛くなりますっていうのは建前で、なんか 4G 電波が通じたから、Twitter ついつい見てました。目の前にブルーな海原が広がっていたというのに、目と鼻の先でブルータルな荒野を展開する無礼者、加えてこんなクソ旅行動画を、こんな背景主義の動画サイトに上げるくらいなんですから、私も随分がめついものです。急坂の登りで、とりわけ木の杖が助かりました。敬意を表して、まるで勇者の剣でも扱うかのように、分岐路のあたりに丁寧に置いてきました。GJ 機の枝、って言っているうちに、通過アナウンスが流れてますね。特急かな？てか、通過アナウンスまでわざわざ流れるんだ。北斗14号かしら？
6両、NBMF13HZL 型エンジン。っていうと堅苦しいですが、サイクロプスみたいに筋骨隆々なエンジンを鳴らして、毎秒340メートルの轟きを小幌に置き去りにして、函館の方に去っていきました。そんな私は引き返す形で、洞爺方面の列車を待つべく反対ホームへ、マムシには気をつけなと、マムシよりも人間の方が、よっぽど殺傷能力の高い多種多様な毒を持ってるので、マムシなんざ怖かないです。でも虫は怖い。駅名標の下にはひざまずくかのように、駅ノートが息を潜めていました。蓋付きの強固で贅沢な箱に丁重に入れられてます。この形をした箱の本来の用途はまるで想像がつきませんが、駅ノートを入れているくらいなんですし、きっと本来なら、王室への献上物とかを入れるのが正解なのでしょう。12冊目にしたためておきました。なんかこの駅ノートに私自身を描くのは違う気がしたので、オリキャラです。アンソロジー、歌集、言われてみれば駅ノートって歌集だな。いっぱい食わされた気になりました。アンソロジーの下に書かれている文章は普通にキモいけど、駅唯一の住人であった小室仙人も体調を崩して2007年に亡くなられた今、もはや日常利用などという生ぬるい論調はあらぬ妄想。しかし観光利用で言ったらひっきりなしで、平日でも私以外に来訪者がいたほど、あと1位の割には卑怯じゃないです。むしろ探索しがいがあるので45分じゃ到底足りません。また行きます。そうして物思いにふけっていると、何やら東室蘭行きの電車が来るようです。電気式機動車って電車？機動車のことを電車って言うと、物議を醸しそうというか、鬼の首を取ったように反論されそうっていうか、電気式機動車はあながち電車で間違いない気がしますが、非電化だから機動車呼ばわり？あんまりわめくのも醜いので、綺麗なことでも言いましょうか。弱者は全員保護されるべきだ。はい、綺麗事。この動画の趣旨は往復なので、まだまだ終わりません。動画時間64分かけて小室着いたのに、探索パートが7分って何？動画のアンバランスさとは対照的に、駅の踏切はテンポを変えずに車両に迎合。下りホームの華奢ながら武骨な破線小屋を横目に、列車は東へと戻ります。このままじゃあちと消化不良なので、小室駅にまつわる積み残したお話を3つほど語らせてください。まず、豊浦町が小室駅を管理しているということは耳にタコができるほど語ったと思います。その上で、小室駅には踏破人数チェックなどのため監視カメラが置かれていると言います。すごい、脱獄もそう簡単じゃない駅だから、秘境駅版パナプティコンだ。で、列車到着10分前後に両方のホームをチェックしているそうな。で、2018年度のデータ曰く、私みたいにちょっと滞在をするような人間が訪問者の約7割を占めているみたいです。数字という嘘をつかない存在に胸の奥を見透かされた気になりました。ちなみに2020年は外出自粛という激重イベントが1億2000万人の日本ユーザーに強いられましたが、小室は密とは無縁というハッタリがはびこったのか、2020年の1月から10月は合計4200人近く来たそうです。確かに、いくら不要不急の外出したら処すったって、自治体が緊急事態になったらまずいもんな。鉄道愛好家の人そこまで考えてないと思うよ。あ、そう、そうですね。からの2つ目、これは小沢線が単線だった頃の事故です。函館方面に向かう貨物列車が普通止まるはずのない小室で停車したのです。本来だったら一つ先の静狩駅で旅客貨物列車の行き違いをする予定だったのですが、貨物列車の制御装置がバグり散らかしてて、このまま静狩の勾配に突るのは危険だと判断。なので、そんな装置で大丈夫かと小室信号所で停車した形です。その傍ら、機関士と信号所の助役が小室で行き違いする、それとも静狩となんやらかんやら揉めてました。それを耳にするだけした駅員さんが、うん、静狩の列車を発車させたのと旅客列車にゴーサインを出しました。ちょうどその時、制御装置のチェックを終えた機関士さんが、大丈夫だ、問題ないと貨物列車を発車。単線、トンネル、爆走列車、何も起きないはずがなく、2台の列車は漏れなく正面衝突して、それはそれはとんでもないダメージを受けました。なんでも、1945年のこととはいえど、終戦間近で逼迫していて、ダイヤの中枢に血まなこになったがゆえの事故、とも取れるそうです。確かに、今も昔も時間には厳しいですもんね。日本社会、遅刻はダメですよって、小学校の頃から叩き込まれますし、そのくせタイムカード切った後の残業が、平然と横行しているのは謎ですが、緩和9台。積み残した最後の話題に移りましょう。2016年のこと、例によって秘境駅を訪れた客がいて、普通列車を待っていました。しかし小室は形式上は駅だけど、花から見たら雪原か草原。普通列車の運転士さんが厨房のネット民とは、まるで対比的なスルースキルを発揮して小室駅を一切の自負もなく通過したのでした。お手軽な幽閉でも、ホーム上の2つの人影には気づいたので、運転士さんが指令センターに連絡しました。それで1時間半後、臨時で特急北斗を止まらせたといいます。キビスも返さず走り去った普通車両に対し、手のひら返して止まった特別車両、ある意味で貴重だったというか、特急が走っていて助かった秘境駅と言えるかもしれません。その特急も2030年度末までに消える可能性。午後、
まあまあなあなあな語り方惜しいからの、洞爺駅に戻ってきました。そういや洞爺駅でまともな観光してなかったから、サクッと観光でもしようかしら。冬はたくましく、夏はつつましく。H100 型は、北海道屈指の人口密度を誇る村ランシー。うならせるエンジンの響きの香りも、秘境駅だろうが主要駅だろうが変わりはありません。小気味良いジョイントの音を刻みながら、列車は北海道の東へと消えていきました。圧倒的デジャブだな。次は特急北斗の16号でせかせか戻るんですが、あと20分弱あります。で、何やらすぐのところに著名な浜辺があるらしいので、スタコラ見に行ってきます。語ることがないので、上品なことでも言いましんぽ。洞爺駅からちんたらまっすぐ歩いてたら、浜辺に着きました。前浜かしら？この前浜では、イワシやニシンやらが、とりわけ明治末期から昭和初期にかけて取れたらしいです。それで、ニシンバ音頭とかいう民謡を歌いつつ、沖からイワシやニシンを危機としてひったくってきました。しかし皆様が小学校を卒業したら、小学校の校歌なんかろくすっぽ歌わなくなるのと同じように、視聴者の中に幼卒の人がいたらごめんね。イワシやニシンがここいらから姿を消すと、民謡も全然歌われなくなりました。伝統も消えかけた中、そこに漁協青年部なるやからが、待ったをかけて、保存を図りました。そんで、決起盛んに指導を受けた結果、なんだかんだ民謡として残ったと言います。沖揚げ民謡っていうか、伝統揚げ民謡な気はちょっとしますが、ウゴの竹の子のように湧いて出てくる一発ネタしかないピン芸人みたいに、一瞬だけ湧いてすぐ滅びるよりはいいんじゃないかな。あ、この看板は、各自で読んどいてください。イーロンが現在進行形でぶっ壊しているツイッターに植えた、活字中毒の皆さんなら余裕でしょ？発車5分前、駅前の飲食店に寄りたかったけど、時間なかったわ。往路の時に突撃しとくべきだったかな。黒はストレートかつシンプルに、北斗からの新幹線ってルートを取ります。その北斗ではグリーン車に乗ります。私ってばブルジョワジーですね。富と名声をこれ見よがしにひらかしているとは、ブルジョワジーだ？下痢。車内は2列1列。さすがです。2列2列を堂々と鎮座させておきながら、上質で快適なグリーン車ですと騒いている、某お隣の JR とは違って、赤字とは無縁の会社なんじゃないかと錯覚しそうなほどの大盤振る舞いです。枕のリザーブドシートの文字が美しい。野口英世 2.82 を葬っただけで、こんな玉座みたいな椅子に座れて、大それたことはしてないのに、めちゃくちゃ偉くなった気分だ。これあれだな、私には身分不相応だな。下手に背伸びした私のような目線の民には、金だけ積んでも心理的に高嶺の花でした。逆に言うと、普通車のグレードがそれだけ高い特急とも言えます。ポジティブシンキング大事。これは余談ですが、新幹線と特急を乗り継ぐと、特急サイドの特急料金が一つ半額になります。乗り継ぎ割引ってやつです。旅客営業規則の第57条の2に記載。別にグリーン料金は半額にならないけど、特急券分贅沢してもいいかな。で、割引された額が920円なのに対して、グリーン料金が2800円なので、よく考え直したら、算数がまともにできてないのですが、気のせいってことにしておきます。あともっと考え直したら、道南いさりび鉄道を経由すると、その恩恵が受けられないので、おぞましいほどの本末転倒に七転抜刀してますが、ここはグリーン車なので、平成を装ってます。何か言った方が良かった？堂々の直線区間を突き進むこと十数分、おしゃまんべに到着です。このおしゃまんべはというと、函館本線が開通した当時は喜ばれませんでした。かつてはここにお泊まりした旅人も、鉄道にズブズブ断溺したもんで、宿はしかと、荷物を運んだ馬でさえも、もはや街道を通ることはなくなりました。そのため、心の奥底に、鉄道に対するメガキャン的なのが救っていたおしゃまんべの住民は、小沢線の話題が耳に入っても、もはや鼻も引っ掛けませんでした。しかし、山線ルートの経由地に位置する黒松内、そこにあった機関庫がおしゃまんべに移設されると聞くと、金田と本能は正直なもんで、おしゃまんべの地下が急にぶち上がったと言います。ツンデレちゃんですね。鉄道網に対し、手のひらとおべっかに長けた舌だけは、ドラム式洗濯機みたいにぐるぐる回し続けている、おしゃまんべ町の民。新幹線という金色の貯金箱が通る頃には、おしゃまんべ界隈はどうなっていることでしょう。その貯金箱の中に、いくら入っているかは謎ですが。向かい側には、おしゃまんべ行きの骨董品が鎮座してます。約の、車で5分圏内のところにあれこれ揃っている、市街地をいいことに、ちょうどいい田舎を標榜している町です。世界一素敵な過疎の町を掲げる、同じ道南の厚沢部町と見て、なんとはなしに、田舎にプライドを持っているようです。まあいいんじゃないですかね。あんまりこじらせると、ムラムラうるさくてムラムラした、某青森の老人みたいになりそうですが。
かつて大沼駅を名乗ってた大沼公園駅と、かつて戦川駅を名乗ってた大沼駅とを通過。駅名ややこしすぎて、ゲシカルト崩壊しそう。ちなみに戦川の方の地名は、江戸時代に相馬藩の人が名付けたそうで、この地に住んでいた私森、アイヌ語のイクサップから来ているとか、由来で言ったら随分のんびりしているというのに、勝手につけられた当て地のせいで、いささか物騒なことになってます。際限なく広がるカタラン数のように、カタランと思えばあれこれ語れた気もするんですが、往路で好き放題語ったら燃え尽きたので、ここいらにしておきます。解説とは名ばかりに、代打を垂れ流す動画になりかけてますが、函館駅から 18km も離れているくせに、新函館北斗だと垂れて、函館の名声を借りているこの駅よりかはマシでしょ？続けざまに余談ですが、新函館北斗は、北斗市にあります。で、函館駅に鉄路に行くには、せいぜい函館本線か、新幹線、道南うさぎ鉄道くらいしかないのですが、そのどっちも七飯町を途中で通ります。強いられているんだ。早い話、道南の町田です。函館平野を照らすサンセット。そこへと一途な特急北斗は、そのまま五稜郭方面へ。一方私の北海道旅も、そろそろサンセット。ラストは、どうせなら、北海道、東北新幹線乗り通しちゃいましょう。ってわけで、新函館北斗から東京まで、まるっと乗ります。ちなみにこれが、東京まで行ってくれる、新函館北斗発ラストの新幹線です。東京までありつけるラストチャンスが、18時40分と、小学生の頃を思い出すような、厳しい門限ですが、これは、日帰りに公言した私の責任でもあります。多分、そして、そんな私を似たりと嘲笑うかのように、券売機くんは端っこの号車を指定しやがったので徒歩ごめん嘘ついた思い出した。ここからのアングル撮りたかったんだ。指定席はそこまで端っこでもない3号車だし、都合よく記憶を改ざんするが、私が記憶力の低下に向かっているうちに、新幹線とのアクセス列車部と函館ライナーが突撃してきたので、今のうちにガランドの車内を享受しに行きます。川崎重工が提案した可動式枕。それを備え付けた椅子が所狭しと並んでいる様は、圧巻です。いや、E5 系普通車のシートピッチは 1040mm と、JR 東日本にしては、出血大サービスな感覚してるので、全然所狭くないです。狭いのは所狭しなどと形容した、私の思考の方です。改札横という高立地な場所に、店を構えていながら、微妙に存在感のないキオスクに寄ってきました。リードミーファイルくらいの存在感でした。買ったのはイカ飯、じゃあさっき通った森で買えばよかったね。新幹線駅をも征服しようと企んでいるこいつ、イカ飯。起源はどうやら、第二次世界大戦での食料なんで、米が入ってこない中、米はなるべく使いたくないという、逆徳川吉宗みたいなことを言い出した結果、道南をうろついているそこらのイカを取ってきて、もち米、うるち米を詰めて、駅弁にしたのが始まり、イカの腹綿丸切り取り出して、その側に米を詰めてるって考えると、だいぶ猟奇的な料理ですが、ソーセージとかいう羊の腸に肉を詰めたサイコパス以外の何物でもない料理に比べれば多分まだ許せると思います。実際に食べてみると確かにぎっしり歯ごたえと抜群の重たさで、なるほど確かに配給性やら供出性やらが平然と横行していた中でよく考えられた駅弁だなって思います。もちろんタレの味わいまでひっくるめて甘うまい。イカ飯を食らう18時40分新函館北斗出発です。さて、まだ部分開業にとどまる北海道新幹線ですが、それはそれは期待が寄せられてきていました。なんてったって、青函トンネルの構想自体は、大正時代からすでに議論されてきたのです。その発端は、解散省に勤しんだ安倍角次という函館の人が綴った大函館論。その中で、函館と大間を海底鉄道で結びやがれという一丁前のロマンを語ってました。第一人称は下北半島経由を仰せつけていたようです。とはいえ、口だけは達者な人がなんかぼやいただけで、当時はスルー気味でした。まあだって、函館と小樽は 200km 以上離れてるけど、関係はいい。なのに 50km しか離れてない青森と関係が薄いのは、交通をないがしろにしたせいだ。チンクの船だと今の技術じゃ不安じゃ。海底鉄道を敷け、とか言った機長の空論をつらつら並べつつ、新日本の貿易の人は津軽海峡だ。と、ラーメンズもひっくり返りそうなことを供述してたので、うん、そうですねって感じです。ことが進んだのは、1939年の昭和前期、鉄道省が青函トンネルに関わる計画を追っ立てます。その内容は、津軽海峡、宗谷海峡を渡って、ユーラシア大陸を西へ、シベリア鉄道に乗り入れて、パリとかまで接続したいっていうもの。は？とまあ、日本も連戦連勝で生きていただけあり、大陸縦断鉄道が計画されたのでした。
関門トンネルはその道すがら作られたのですが、津軽海峡に対しては差したる調査すらしませんでした。しかし白星途絶えて白旗を上げて以来、再び青函トンネルが脚光を浴びたのです。海外侵略に糸目がなかった中、敗戦で海外からバン食らったら北海道にしわ寄せが行くのはまあ当然っちゃ当然で、その時西側の津軽海峡ルートと東側の大間ルートが検討されたのですが、西ルートが水深140メートルなのに対し、東側は270メートル、さらに南北を突っ切る火山帯というおまけ付き、クソ険しくも危険な山を越えた上で深い穴を掘る東ルートを通ろうなんぞ、当時の技術では全裸でレッドカーペットの上を歩くくらい無謀です。そういうわけで今後は西ルート前提で話が進みます。で、台風で洞爺丸がタイタニックして一気に計画が進んだというのは粋で述べた通り、されど計画するったって津軽海峡の潮流は時速 14km 程度、小学1年生の全力疾走にすら負けるような速度ですが、工事前の調査を難しくするには十分すぎました。なんとか苦難を忍びつつ1961年には大体の計画が立ちました。で、その時の調査船計画では勾配はマックス 20mm でいけるなどと嘘吹いてました。この勾配にしたのは東北本線、函館本線のひねくれひん曲がり線路を改良するときに大体 10mm が理想だとわめいていた中、トンネル区間は 20mm で妥協しても補助機関車使えばええやろ等と抜かしたから、本州ではやれ速達速達だのと何とかの一つ覚えみたいに言っていたはずなのに、海峡を眼前にして随分へっぴり腰になったもんです。とはいえ直に新幹線を通したくなりました。今みたいにとなるとクソ長い上り勾配で新幹線のモーターがぶっ壊れるとまずい、なのでそれを 12mm に抑えた上で、報告書段階では 1000m だった最小曲線半径だって余裕の 6500m へ。そうして計画をパン生地みたいにこねてこねて、ついでに手を焼いた結果、初期段階では 36.5km 程度のはずだったトンネル長も 1.5 倍近い 53.85km になりました。青函トンネルくんってば貪欲です。ただその先見の明のおかげで新幹線はそこそこのハイスピードで運行できています。だけど貨物列車とのすれ違いを考えて、最初は 140km、 現状は 160km、 繁忙期は主に 210km と脳あるはやぶさに爪を隠すことを強いてます。ちなみに140km から 160km への引き上げは貨物列車の都合を加味した上で、北北線、成田スカイアクセス線でも 160km 走行が受けてるのを口実に実施されました。北海道新幹線開業1年前に時速 160km 列車を奪われたのに、都合よく引き合いに出される北北線くん。青函トンネルも現在システム改修を進めていて、ゆくゆくは最高時速 260km に引き上げたいそう。とはいえ直に 260km でも遅いって言われる日が来るのでしょうか。そういえば私オーロでの時速 270km 走行にぼやきをこぼしてたわ。人事みたいに言うな。ともかく北海道新幹線は北海道と本州の人流に大きな影響をなどと頭空っぽで手を叩けるほど潤ってはないんだな。それが確かに新青森と新函館北斗については輸送密度だけで見れば開業前の3000から5000へ上昇してますが、そもそもの想定は7200だったので思いっきり出花をくじかれてます。某バルミューダフォンに比べたら可愛いこけ方ですが、いずれにせよ過信があったのは確かです。しかし北海道新幹線に向けられた尊敬と期待と羨望との眼差しは依然として強いです。そうした移ろいの激しい北海道新幹線エリアは終わり、ここ新青森からは東北新幹線ゾーンに入ります。そんな東北新幹線にも当然ドラマがありますので、ざっくりざっくり語っていきます。東北新幹線の建設目的は輸送力アップのためっていうよりかは、東海道新幹線の大成功安全性を見てこれ全国に広めたいなって考えがベース。言い換えると、ここに新幹線敷くんだったらこっちにも敷いた方が公平だよねって考えです。こいつら日本かよ。そんな過疎化脱却マシンを張り巡らせるため、全国新幹線鉄道整備法が1970年制定。東北新幹線は上越、そして幻の成田新幹線とともにその整備法が制定された翌年に計画されました。ちなみに設備自体は最高設計速度は時速 260km、 最大16両までという計画のはずでしたが、ありがたいことに今はもはやどっちも守ってません。一義に守っているのは北海道新幹線とか整備新幹線の都合上 260km 止まりです。あー北海道から帰りたくねーって言ってたら、反対に H の K おる。帯が紫色なのが分かりやすい見分けポイントです。東野駅で特急北斗とバイバイした時にも述べた、北海道の花を想起させる紫色です。サイカパープルというシャラ臭い名前なだけあって、由来も相応にこじゃれてます。私も盛岡で優雅な連結を一目見ようとちょっくら列車の外へ。いい5系にもいい5系でファーステック360というご先祖の試験車両がいます。時速 360km 運転を目標にした試験車両でした。名称もそこまで誇示されるとすがすがしい。で、その試験車両の連結機は高速運転車両同士とセックスすることしか考えてなかったので、 E4 系以前と連結することは考えてませんでした。
DS にスイッチのカセットはさせない、みたいなもん。とはいえ、当の E5K 君は、たまに E3K と連結するようになったのですが。ところで、E5K 君の最高速度は、時速 320km。ファーステック360の数字部分を9割も回収できてない低トラックですが、360km 運転をしようとすると、E2K とかの 275km に比べてやかましい。ウィキペディア片手にレスバを続ける物知り博士気取りくらいやかましい。あと静かに走るには、トンネルなどの地上設備にも、テコ入れをせにゃならんかったので、悲しくも 360km での走行は、断念している感じです。最新鋭技術を無尽蔵に取り込もうとする、東北新幹線ながら、200系復刻塗装という、解雇中ホイホイな概念もあります。反対側に止まってる E2 系がそれ、東北、上越新幹線が開業した時に走っていた200系のカラーをひけらかしています。光は鍛え、他のともてはやされた東北新幹線も、今やその過去まで脚光を浴びるようになりました。中にはルートの誘致から、東海道新幹線での公害を危惧した反対まで、果ては、東京から東北が5時間以内に収まるという東北地方からの歓喜の声までありました。高度経済成長の頃に立てられた計画は、石油危機などの煽りを食ってデカ乳でしたが、国家プロジェクトなだけあり、その影響は、今も強く残っています。例えば小室まで日帰り往復できたり、って言ってたら大宮。基本的に、東北新幹線と北海道新幹線では、特急料金が別々です。つまり、新函館北斗から新青森と、新青森から東京までの特急料金が、ダブルで付きまとってきます。で、東北の新幹線料金は基本、100km おきに上がるのですが、新青森から大宮の距離は 683.4km。一方で上野までの距離は 710.1km。700km の壁を限界突破するので、悲しきかな、600円近く上がります。だから行きは大宮から乗ったのです。現に結構ガラガラだし。地元住民がギャン騒ぎして反対したせいで、着工が遅れた大宮以南の新幹線。さらに、東京駅もただでさえ新幹線がひしめき合っていて、混沌としているので、サブターミナルとして東京より先に上野を設置、する予定だったのですが、ごった煮の建造物や地下鉄の下に作らねばならないので、新幹線の上野駅は、地下深くにまで追いやられます。ってわけで上野駅、向かい側には、北方面の新幹線の終電、高崎行きを待つ方々が、上越新幹線の上、それも先っちょだけしか回収してないじゃん。そう思いながらもラストスパート。東京、東北新幹線を東京まで乗ると、私東京の旅なのと言い切ってんじゃねえよぜ、か何かで、追加で210円取られるので、こだわりがないって方は、上野までに降りることをお勧めします。私は、新函館北斗からの古参だぞと言い切りたいので、わざわざ東京まで乗ります。でも軒並み降りたから、いきりをひけらかす相手がいねえや。あは。新幹線ホームは、下り列車の出発をすべて終え、嫌にカビで明るいゴーストタウンになっている中、奥に見える向こうの在来線だけは、顔色一つ変えず、せわしく働いてました。山手線の終電も、1時間以上後です。そんな東京駅に到着。すべての駅には理由がある。すべての路線にも理由がある。小室だって、信号場という、本来の役目は終えましたが、秘境駅として第二の輝かしい人生を歩んでいます。そういうロマンと歴史と旅愁を噛みしめて皆様の小室行ってみてはいかがでしょうか。私は今日1日で1ヶ月分のバイト代が全部飛んだのでしばらく兵糧攻めです。あと普通に疲れました。半日近く特急か新幹線の車内にいたはずなのにとりあえず寝たいのでおしまいです。さようなら。おしまいのまんこ。おしまんこ。